これも埼玉新都心駅です。埼玉スーパーアリーナ12時開場なんですけれども、2時間前から長蛇の列でしょうね。まだ3時間半前です。ちょっとどこの会場にもない、もう圧倒的な。車のエアコンが壊れるトラブルもありますが、早くもくたびれております。今からすげえ、これが満タンになるのかな。男子が終わり、今から女子が始まります。ドイツにアップセットしたと。もうなんと NBA やん、もうこれ。この場でやっぱり感じたのは、その最高の集客で、エンタメで、で相手も強豪でいう中で、やっぱりその八村が頂点にいて、やっぱ彼の出現というのはすごく大きい。いやー現場からは以上です。会場希望される方はお手元にチケットのご用意をお願いします。会場を希望される方はお手元にチケットのご用意を。もう払います。守った大切だと思います。あれです、25歳のあれです。真剣に話をするなかなか楽しい。これはいい展開、もう少し見てみましょう。